皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株を今日もよろしくお願いいたします。今日は11月の1日金曜日です、すお題がこちら。失望決算で大幅安ということで話をしていきます。裏側のチャートはこれ、レーザーテックでマイナス16.44%の下落です。で、日経平均株価はなんと1000円以上の下落ということで、ちょっと週末3連休前にですね、非常にこう大きな調整が入ってしまいました。個別銘柄では、レーザーテック、ソシオネクスと東京エレクトロン、 三菱商事、三菱電機、見た上で指数のチャット分析まで見ていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返り、毎営業日夕方5時、目標で頑張っております、えー。ほぼ日でやっておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、今日の振り返りを見ていきましょう。まず日本株なんですけども、1000円を超える下落ということですね。まあ、安値引けにはならなくてよかったなというふうには思いますが、ちょっとこのタイミングで1000円安っていうのはね、しんどいですよね。月火水と 大ききく上昇してきてね衆院選を終えて非常に良い形で上がっていったんですけども、まあ、ほぼ帳消しになってしまったかなといった形ですで今日はもう決算による上下もいろいろあるんですけども米国株安そ ス数スイっていうのもありましたから半導体関連指数寄与度の高い銘柄も下げているそして決算でレーザーテックとかも16.44%の下落かなり大きな下落となっております業種別ランキング見ていきましょう上がってるのは1業種のみガラス土石だけですね他全部下げてますので相当今日はネガティブな形で動いたということになります売買代金ランキングですまあこうなるだろうなというふうに思いましたがレーザーテックがトップで16.44%の下落で ですね、後ほどちょっと信用改ざんの推移とかと一緒に合わせて見ていきたいなというふうには思っておりますで半導体関連がずらっと並んでどれも大幅安という感じですよねで唯一まあ決算銘柄で上がっている三菱電機今日見ていきますけども、まあ、そんなに個人投資家に人気があるとかセンチメントに影響を与えるとかそんな印象はあんまりないかなというふうには思いますねブロースの売買だらけランキング見ていきましょうカバーの上昇は続いていてねこれ指数寄与度そこそこ高いんで今いいんですけどもねただまあ 今日の雰囲気だとなかなかやっぱり主力どころは下がってしまうかなという印象は持っております。 それでは個別銘柄を見ていきましょうまず、レーザーテックからいきたいと思うんですが、まずそもそもやっぱりソックス指数が4%以上下げて、半導体株の軒並み下げているので、まあ、おそらく決算がなくても今日は下落圧力の方が強かったんじゃないかなというふうには思います。また、決算内容も非常に良くなくて、ですね、まあ、コンセンサスを大幅に下回ってしまったっていうところもそうですしまた、四半期の受注高実績開示を取りやめたことも、やっぱ会場をやめるってなんかネガティブな印象があるので、結局、売りを浴びる 結果になったということにはなっております株価は16.44%の下落ですまたもともと信用倍率が高いですよね問題はどの辺で信用改ざんが増えていたかってことなんですけども10月18日の週に増えているんですね非常に大きく増えていますよねここで一気に重たくなったんだと思うんですけども、まあ、その推移を割って ていたらみんな損してるってことになりますよね、それはまずいなってことになるわけなんですが、10月18日っていうのがこの辺なんですよね、下がってきたのね、で今日はもう寄り付きからその水準を割れてしまっていたので、ちょっとまだ改ざんだいぶ残っている中で、こんな形で下がって終わってしまったのは、非常にネガティブなんじゃないかなっていうふうに思います。ででで今日日のの安安値値にに関しましまてててははは8月5日はギリギリ保っるるんんすすけども2万円割れているんですよね、まあ、おそらくこの辺にも マッチするもしくは割り込むみたいな可能性の方が非常に今のところは高いんじゃないかなという風うには見ておりますで現状 PR23.9 倍とかなり割安感を感じるっていう水準までは来てはいるんですけどもね足元ですぐ止まるっていう印象はちょっと持ちづらいかなという風うに思いますそしてネクスト見ていきましょう14.94%こちらも大きな下落になっております中国 5G 向け特需終了ということで業績に関してはちょっと気 厳しいかな売上高15.2%減 純利益で24.2%減だったということですね。自社株買い1.39%で発表してますけども、ちょっとこれでは支えきれなかったかなっていう形になっております。はい。えー、ソシオネクストの冷やしチャートはこのような形になっていまして、まあ、レーザーテックの冷やしチャートとかともちょっと近かったですかね。いまだに株価は非常にこう安値圏で推移していく中でのギャップダウンで下落という形になっていて、9月9日、10月2日の安値なんかも割り込んでいますので、ちょっとまずいかなと。8月5日 ちょっと見えてくるかなといったところでございます現在の PR22.9 倍ですけどもまあ、業績が減ってしまうんであればこの水準でも十分割高という風に言えるのかなと思いますで、PBR も3.23倍ですねまあ、ハイトリマリーようやくここまで下がって2%台ですから、まあ、そんなめっちゃ魅力的ってわけではなく信用倍率もやっぱり重たいということになってますまだちょっとねやっぱ厳しい状態が続くのとあとやっぱこの厳しい状態とソックス指数安が重なってしまったっていうのもねまあ、仕方ないこと 続いて3名柄目め、東京エレクトロンを見ていきたいと思うんですが、まあ今日何かニュースが出ているってことはないんですけども、決算発表日の確認がしたかったので、11月12日、少し先になりますよっていうところですね。相変わらずやっぱまあ指数寄与度はそこそこ高いということですから、まあ、この動きも、ね、見逃せない状況です。で今日はこののの全体指標の影響からの下落になっていてい 株価位置がここのとということですねで今のところはすべての移動平均線の下にいて直近安値も割り込んでいます9月27日以降ではもう下降トレンドの動きになっていますのでこの期間内の安値は5月9日の2万450円になりますけども、まあ、ここに近づいていっても不思議じゃないという形にはなっていますで現在の PR が21.7倍ですが、まあ、ここを強い業績で跳ね返せればまた変わると思いますやっぱ機用とすごく高いので東京エレクトロンが戻せるか戻せか ななないいいいいかかはは結構鍵を握っているんじゃないかなという,ふうには思いますよねディスコやアドバンテストこの辺は結構強いんですが東京エレクトロンは結構まだまだ信用倍率も重たい状況続いていますからねぜひ11月の12日注目をしてみてください。 続いて三菱商事を見ていきたいと思います。今日場中の決算ですね。12時30分に決算発表を行ってきております。上期最終33%増益で着地7、9月期も78%増益と見出しはいいんですが、株価は3.14%の下落となって ております、ね、少し前にねバフェットさんが2本立ての社債を発行するみたいな話をしてましたけどもその後買いが入ってるか入ってないかみたいなのちょっとまだ伝わってきてはないように思いますね実績が良くてもですねなかなかちょっと判断のつきづらいところなのかなというふうにも思いますし売上高は減っているのでこの辺でコンセンサスちょっと下回ってる感じなのかなというふうに思いますはい三菱商事の冷やしチャートはこのような形になっておりまして今日の安値は10月28日の安値は割っていないと思いますただここを を割り込んでくるとですね結局下降トレンド確定みたいな形になっちゃうのかなっていう感じはしますね陰線ですし割り込んでも全然おかしくはないという感じがしますそうすると10月17日以降での下降トレンドっていう形になりますし相変わらず75日移動平均線には抑えられてるなで割り込んでしまうと8月5日安値を目指していくのかなという形にはなります PR が今11.5倍ということにはなっているんですが 内部割安感を感じる水準にはなってきましたしこっちは配当的な魅力は結構ありますよね3.64%ということである程度値が落ち着いた時に4%前後の配当利回りがあるんであればそこはそこが高く推移するんじゃないかなというふうに期待したいところではありますが信用倍率もね相変わらずまだちょっと高いですね少し値が落ち着くまでには時間がかかるんじゃないかなっていうふうには思いました最後に三菱電機見ていきましょう株価は14.18%の上昇でこちらも決算発表 に上がっていいるととうことですコンセンサス大幅に上振れということなんですけれども市場予想400億円程度。 1180億円の実績で400億円、えー、上回る形になってますからこれはやっぱサプライズなんだなというふうには思いますねで、えー、空調家電収益性改善が想定以上になっていると懸念された FA システムを利益率が大きく改善へということでこれはやっぱ、まあ、サプライズはあると思うんですがちょっとローソク足に注目をしてみていただきたいなと思います、はい、三菱電機の冷やしチャートはこのような形になっております決算発表を機にですねこのようにギャップアップで上がっているんですがやっぱまあ陰線をつけてしまっているということで 今日ののを物語っていいいるのかなという,ふうには思います75日、移動平均線は超えてはいるんですけども、まあ、ちょうどこう集約するところが上に抜けたので上昇トレンドに変わったという感じはするんですけども。 7月17日高値は超えられていないということですね。ちょっと移動平均線を200日移動平均線に変えてみたいと思います。はい。200日移動平均線に変えてみました。これは緩やかにこう上昇トレンドですので、まあ今のところは上昇トレンドに変わった可能性の方が高いかな。ここまで200日移動平均線ずっと抵抗してる感じがしましたけども、そこを超えてきましたからね。なんで、まあ全体的に移動平均線が上向きに変わってくれば、75日移動平均線も上向きに変わってくればですね、サポートとなり上がっていく可能性あるかなと思います。ただ今回修正はないので、PR だけグッと平均以上に反 上がっているんですよねもちろん今期の上振れ着地を見越してということではありますけどもちょっと割高感も意識されやすいかなというところだけは注意しておいてください配当も2%はないぐらいですねで相変わらずこの銘柄も信用倍率は高めということになっておりますはいでは指数のチャートを見ていきたいと思うんですがまず日経平均株価ですね非常に悪くなりました昨日は基準線の上でしたが基準線転換線ともに割り込んでいるという状態ですで地高スパンも視覚的にも黄色い線の方がローソク足の実態よりも下にいて RSI が5 1 ですよね、まあ、雲ぐらいまでは下がってくるかなというところでやっぱチャンネルのセンターラインとか直近安値ぐらいが、えー、ちょうどサポートになってくれればまだっていう感じではありますけどもかなり不安なチャートでございますで3連休後ですね今夜雇用統計があって ISM があって米国市場もちょっと不安定になってきていてというところで週明けどう動くのかまずはしっかりと見ていきたいと思いますトピックスに関しましてもほぼ同じ位置ですね転換線線基準割割割れれれスパンのの日前の株価 rsi とということですから雲が 分厚いだけに雲のサポートは期待したいところではありますし直近安値だいぶ下なのでそのサポートさえ聞けば大丈夫だと思うんですが雲入っちゃうと直近安値センターラインあたりがちょっと節目になるかなというふうに思いますグロース250室見ていきましょう今日は反落という形になりましたけどもやっぱりさすがに基準線が抵抗してるのかなっていう印象を持ちますよねで今のところはまあ雲を超えたわけでもないということで雲の中で基準線抵抗で転換線がサポートになるかっていう形ですあれでででもちちょうどど50超えたぐららい下なの まだ弱い状態なのかなというふうに思っていますニューヨークダウ見ていきましょうちょっと揉み合っていた陰線続きの中から下にポコッと抜けてしまった感じですねこのままですね雲割れるってなったらちょっとまずいかなと地高スパン割れてるので売りサインでもう一回下がる可能性あるかなというふうにも思いますし転換線基準線見ても転換線の方が下に来てますねこれ逆転売りサインということになりますのでちょっと弱いぞアメリカ株ぐらいは考えておいた方がいいかもしれませんサンドピー500もちょっと事態大きな陰線そして地高スパン 完全に売りサインとして出ております。あれさえも50割れです。しばらくちょっともみ合いから下離れてしまったことによる下降トレンドへの警戒は持っておいた方が良さそうかなと。 チャートになナスダックが昨日、下落率が一番大きくてですねでその前の日にザラバで最高値更新していく中でガクッと崩れてしまったので、まあ、高値からの下落というところですからこれもやっぱまあしばらくは調整が続きそうかなといった形です、まあ、後期といえば大統領選挙を終えた後ということになるのかなというふうには思いたいですが、まあ、そんなに楽観的に考えすぎずにちゃんとリスク管理していかなきゃいけないなというふうには思います。ラッセル2000ですラッッセセルルでですすもね結局ちょ 直近高値値超える前に陰線つけて終わりベー雲のとこまで下がってきて、あれさえも50割れてますので、あまり良くない方向ですかね、地高スパンも改めて割れているというところですから、アメリカ株指数が急に悪くなってきてますよね、であとまあソックス指数なんかも非常に弱くて、ですねソックス指数のチャートは今、こんな感じですかね、ちょうど雲割れているところということですから、まあ、ここが半導体株安にもつながりやすいところなので、今日の動き、ソックス指数も含む 見ていきたいと思ってます。 はいということで今日は失望決算で大幅安ということで、まあ、レーザーテックとソシュオネクスト、特にレーザーテックですよね、人気株でもありますし、信用改ざんもたまっていたし、ここでギャップダウンで、一番信用改ざん増えたところよりも下で始まって、インセンで終わってる、いやー、ちょっと悲鳴が聞こえてきそうな、そんな感じかなというふうに思いますし、ソックス指数のチャートを見ると、この他の半導体株もね、今日も安くなってましたけども、ちょっとこの先もね、まだ続きそうかなといった形です。でビッグイベントを超えた後にその流れが変わる といいんですけどもねしっかりリスク管理していきましょうということでゲームもお知らせを入れさせてください個別銘柄男とも分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしています今日の朝も記事1本更新していますのでもしよろしければぜひ概要欄の URL からノートの URL 探してみてくださいよろしくお願いします初月無料なんで今始めるのが一番お得かなというふうに思いますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降も夕方 ご,注目表ごめんなさい、来週以降ですね、3連休明け火曜日になりますけれども、50目標で頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた来週、テクニカルで,ぜひでお会いしましょう。さようなら。 最後に一つだけお知らせです。私はボイシーという音声メディアをやっております。こっちでも株やお金をテーマに話をしているんですが、時々狩猟ということで、狩猟の話したらこの間コメントたくさんいただけたので、昨日はですね、ちょっと初めてイノシシを解体する経験をできたので、まあ、その感想について音声で話をしておりますので、もしよろしければボイシーの方も概要欄から覗いてみてください。よろしくお願いします。